さん、こんばんは。TJ の脈は金太です。サッカー J1、町田ゼービアが、名古屋グランパスに勝ったんです。ホームで勝ったんです。そして、名古屋グランパス相手に、なんと、勝ち越し、なんと2勝です。しかも、宇野ゼロです。いやー、2勝はすごいですね。オリジナル展開2勝奪って、ガンバ大阪に続いて勝ち越しです。いやー、本当にすごいですね、町田ゼービア。下田北斗のゴールですね。藤尾と、あと、平川移籍する可能性もあるかもしれない。あと、谷大瀬と庄司ドレッシュがいるからですね。はい。いやー、町田ゼルビア優勝の可能性あるかもしれない。鹿島も一方勝ちましたが、差は変わらないです、でも。いやー、町田ゼルビア、皆さんに、ブラボー拍手町田ゼルビア、本当にやりますね。はい。オリジナル10に勝つとは、まさに、脱帽としか言いようがございません。はい。まあ、0点守ってよかったです。以上です。バイバイ。